ニコンブースにやってきました。ニコンは、ね、Z シリーズを発表してすごく、ね、盛況になっているのが今お分かりいただけると思うんですけれども、そして詳しいお話をニコンの商品企画部長の北岡さんにお伺いしたいと思います。北岡さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。 Z シリーズ、はい、盛況にお客様が、ね、はい、集まっていらっしゃいますけれども、日本でもファンミーティングで回られたりとかされてましてね、はい、東京大阪名古屋ももう回ったんですよね、はい、先週行ってきました、ね、はい、はい、いろいろとファンのお客様の方から、まあ、喜びの声やお叱りの声やいろいろお耳に届いているかと思うんですけれども、はい、率直なところ今回の Z シリーズの反応いかがですか。本当に皆さん待っていたという感想が多かったですね。その上でやはり今回新次元の光学性能を達成するためにマウントを変えた、それからフランジバックを短くした、こういったところで実際に撮影していただいた画像の素晴らしさに皆さん喜んでいただいていると思います。じゃあ結構良いお声の方が多いと。はい、そうですね。わかりました。今こちらに我々いるのはドイツ、はい、ドイツって言うとやはりどうしても保守的なお客様が多い地区だって、うん、まあ、ヨーロッパ全体にそういうところあるかもしれないですけど、はい、古いものを結構大事にしたりとかするような傾向が見える土地柄だと思うんですけれども、うん、まあ、こういう大きく変わった新マウントだったりとか搭載されているミラーレス機、はい、こちらの市場での反応はどうですか。ヨーロッパも日本と同じく、待ってました。それからこちらとしてはお待たせしましたというのが一番大きな反応だと思います。じゃあみんなこうウェルカムな。そうですね。ただもちろん今までの一眼レフをお使いいただいているお客様もたくさんいらっしゃいますので、はい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 、マウントアダプターに対しても高い評価をいただいているというのが現状です。そうですよね。マウントアダプターつけると、まあ、いわゆる F マウントのレンズも、ね、結構使えますよね。そうですね。オートフォーカスレンズで92本、オートフォーカス以外でも360本、約360本が使えますので、その辺はご好評いただいてます。ありがとうございます。で昨日になりますけども、フルサイズのミラーレスが他社さんからも結構ドンと出てきたりして相当今賑やかな市場になりつつあるんですけれども、うん、はい、おそらく大体の情報はもうご存じいただいているかと思うんですが、はい、うん、率直な感想いかがですか。ですね、まあ、率直に言いますとこのようなイベントでいろんなメーカーから新しいシステムが出たというのは大変喜ばしいことだと思います。まあ、これでお客さんと一緒にこの映像の世界を盛り上げていって皆さんと一緒に楽しめればというふうに考えています。もうあれなんかもう勝ちましたみたいな顔をつきに行きました。そんなことはございません。ありました。で、あれですよね、まだこの後ファンミーティングが何か所かありますよね。はい、そうですね、札幌、福岡、広島、仙台、開催しますのでぜひいらっしゃってください。ありがとうございました。